ビジャバビエラの建物ビジャバビエラの学校ビジャバビエラの庭園ビジャバビエラのホテルコロニアディグニダはチリ共和国マウレ州リナレス県パラルにあるドイツ系移民を中心とした入植地の旧名称現在名はビジャバビエラ。入植地は1961年に元ナチスト員インでアドルフ・ヒトラーを崇拝し子供に対する性的虐待でドイツを追われた。 キリスト教バプテスト派の指導者、パウル・シェーファーらが設立した。コロニーのフルネームは、尊厳事前及び、教育協会。キリスト教の教義をモデルに掲げているが、1960年代、初頭の入植当初から40年以上、拷問や虐待や殺害をもって、運営を続けた。また、2020年を過ぎた現在でも行方不明者の、 家族を中心に捜索を求めた告発が続いているが、ドイツ系レストラン及び宿泊施設として運営を続け、ホームページさえ持っている。2005年の創設者、シェーファー逮捕後以後は、新しく生まれ変わったことを標榜してはいるが、ビジャ・バビエラという新名称自体が、元ナチス武装支援隊で、武器商人のゲルハルト・メルティンズのアドバイスを受けたものであり、2021年2月にも、 軍政機の残虐行為に関する証拠を破壊、隠滅行為により、警察とも争い問題になった。サンチャゴから南に340キロ、パラルシ街地から35キロメートル南東、ペルクイラークエン川北岸にあり、チリ中心部から離れた森が多い閉鎖的な地域にある。2015年に公開されたコロニアの舞台となった。また、チリの軍事政権機には、国家による保護も加わり、 完全閉鎖型の強制収容所として、反軍事政権側の者たちを収容していった。ここでは、取り調べと人体実験を目的とした拷問の後、行方不明にさせていった。コロニア内部には、地理における極潤軍事組織の基地もあり、武器委員ン及び彼らの訓練も行われていた。1980年代から1990年に、かけ、 最初に投入食地を調べたドイツ人、ジャーナリスト、ゲロ・ゲンバラは、コロニア・ディグニダについて、最もドイツ的価値観の一つである、労働、秩序、清潔さ、規律が、未だ恐ろしいものを作り出すという詳査と記した。軍事政権当時、政治犯としてコロニアに移送され、二十四日間拷問を受け続けたアドリアナ・ボルケスは、投入食地を一言で表す表現として、 地獄と述べている。1960年代から1980年代の最大時で300人程度のドイツ人を呼び、チリ人が居住していた。設立当初、周囲のチリ人たちは、このドイツ系コミュニティが持つ清潔さや秩序だった、雰囲気、整備の行き届いた、メルセデス・ベンツのバス、可愛らしいブロンドの少女たちなどに感嘆し、批判を受け入れなかった。 また19世紀後半から地理に根付いたドイツ系移民たちが強い忍耐とハードワークを持って荒れ地を開墾し地理で尊敬を集めていたことも彼らが受け入れられやすい土壌として働いた。こうした理由からコロニアのイメージはこの地を開墾する熱心な努力家であった。指導者パウル・シェファーは原始キリスト教時代の共同体をモデルに入植地を作っていた。 しかしそこは、聖書とは異なり合いはなく、非常な強制性ばかりが存在していた。家族というものは存在せず、牧師が入植者たちを導き、家族単位で入職した者たちは強制的に別れさせられた。彼らは年齢と性別によってグループに分けられた。聖書にある持ち物を共有するという部分も、曲解され強制的な形で取り入れられた。 例えば入植地内で生まれた子供は出産直後に母親から取り上げられ、コロニアの保護によって育てられた。このため、実の兄弟という概念はコロニア内では存在しなかった。親も皆が共有であり、誰の親でもあり、誰の親でもなかった。自分だけの特別な大人というものはなく、コロニア内の大人たちは皆がおじ、おばであった。家族の分離は強制的であり、 同じ入植地内にいても話すことすら禁じられた。こうしてコロニアで育てられた子供たちには長期間の親からの分離と愛が与えられていないため、とても冷たく無気力で施設病のような状態が見られた。またヨーロッパから連れて来られた子供たちには、当初その親たちに約束された十分な教育はなされず、コロニア内にある学校ではずかばかりの教育を受けた、後、 6から7歳から365日続く無償の強制労働と処罰、性虐待が待っていた。チリ人の孤児も同じ運命であった。こうした異常性に声を上げる者がいなかったわけではないが、脱出者は捕まり、または強制的にドイツに戻されたりした。力強いコネクションをコロニアは築き上げてしまったからである。このためコロニアは法が及ばず、 国家の中の異国、地理の法律が及ぶのは、コロニアの玄関までと呼ばれた。指導者シェーファーによる子供に対する性的虐待は、儀式化、組織化、ルーティン化され、6歳頃から始められた。コロニアでは、家族という単位自体が存在しないため、子供たちが父親や母親に助けを呼ぶことは、一切できなかった。そして、シェーファーは1日に3人から4人の男の子 もてんだ周囲の者たちは恐怖のため誰も声を上げることができなかった。シェーファーに愛された者には特権が与えられ、彼の要望にこちらから進んで答えない者には電気ショックなどの拷問なほか、周囲の者が食べる中で食事も与えられなかった。コロニーからの離脱者は、パウル・シェーファーが絶対的権力を握るカルトであったと証言しており、住民は 決してコロニーを離れることが許されず、性により厳格に区別され、逃げられなかった。監視体制が行き届き、フェンスと有刺鉄線、そしてセンサーで覆われていたからである。さらに、外ではコロニアに協力する住民と、軍、警察、ドイツ大使館によって守られていた。たとえ親子であっても共にいることは徹底して、禁じられた。このため同じ入植地で過ごしながら、 親子で撮った写真すらほとんどないのである。彼らは、双方とも薬を打たれ、電気ショックなどの拷問を受け続けた。こうした中、シェファーは好き勝手に暴力を振るい、日々、子供たちを性的に虐待し続けた。また、労働は7歳から始まり、1週間7日、1日16時間、365日、続いた。反抗的なものに対してはほぼ日常的に暴力が、 振るわれた。外部からの情報を遮断する意味から、テレビや電話、カレンダーは禁じられ、住民は、バイエルンの農民の服を身にまとい、ドイツの民謡を歌いながら働いていた。セックスも禁じられ、性欲を抑える薬の服用を強要された住民も、いた。もっぱら女児に対し鎮静作用のある薬が投与された。オーダーや拷問といった形でのしつけは、日常的に行われた。 だが一方で、シェーファーは子供に対する性的な、もて遊びをルーティーンとしていた。またシェーファーが望むことを喜んでやらない場合は、別の建物に連れて行かれ、電気ショックを含む拷問を受けた。入植者としてコロニアに入る者たちは当初、いつでも自由が保障されると言われるのだが、実際には脱出不可能であった。彼らは主に三つに分けられた。 シェーファーに完全に従属し、自ら進んで何でもする者たちは立派なクリスチャンとされた。次にコロニアの労働に耐えられず脱出を試みる者は頭がおかしい者、売春フとされた。彼らは地理中どこまでも追跡され、連れ戻された後は薬を打たれ処罰されていた。そして最後は共産主義者であった。また指導者シェーファーは、 神の次に来る存在として崇められた。コロニーの主たる経済活動は農業であった。コロニアでは、シェーファーの楽園を作るため、1年365日、1日16時間の無償強制労働が続けられた。入植地は、広さ1万3000ヘクタールを持ち、1960年代の入植当初から、小児虐待、強制労働、 電気ショックを含む拷問が行われた。またコロニア内には、学校や無料の病院、地下工場や日本の滑走路のほか、発電所さえ存在した。ビジャ・バビエラ入り口を示す石踏みこれらの資金源は、ナチス時代のドイツから戦前に持ち出していた資金を横領したもの、敗戦時に横領し元ナチ党員や、ドイツ軍関係者により、南米に持ち出された金品。 戦後のナチ党信奉者からの寄付、米中央情報局やロッジピーにピノチェとの軍事政権などとの不法な武器売買など、そしてコロニー内での農業があると想定されている。なお、最盛期当時からヒトラー信奉者を中心としたナチス残党を集めてナチスの再建を図っているドイツ亡命者の集まりで、さらに冷戦下でピノチェとの軍事政権や、 ロッジピーニなどの反共産主義組織との武器売買の関係が噂されていた。CIA、そして1979年には、サイモン・ビーゼンタールが、かつてアウシュビッツ強制収容所にて、様々な人体実験を行い、死の天使として恐れられた医師オーゼフ・メンゲレが、第二次世界大戦後に、コロニー内にいたことを明らかにした。またコロニアからの脱走者、 ボルフガングミューラーも入植地内にナチ親衛隊の士官が2名いたことを認めた。さらにコロニーはアウグストピノチェと率いる軍事政権時代のチリ政府にさえ秘密主義を貫き、周辺は有刺鉄線で高度なセンサーがついたフェンスや単焦灯、防漁で囲まれており、バンカーと呼ばれる地下施設も存在した。さらに内部には電子機器や通信機器、 ロケットランチャーを含む武器や戦車を含む兵器を隠し持ち、これらの消火器を製造する工場すら持っていた。2000年代に入りこれらの地下施設や隠し場所、フェンスが廃棄され、今はこれらの残骸が放置されている。1973年9月11日、シリはクーデターに見舞われた。アウグスト・ピノチェとの軍事政権下秘密警察である、 国家情報局に捕まった者およそ300人がコロニアディグニダ連行された。軍事政権にとってコロニアは好都合であった。なぜなら、コロニアは広大な閉鎖された土地を持ち、地理国軍との関係も強固であったからである。拷問は設立当初からであり、その他暴力にも強い親和性があった。政治犯たちはパラル市内の警察署や刑務所、 さらに首都サンティアゴからコロニアに連行され、そこでさらに重いドイツ式の取り調べや拷問を受け、場合によっては行方不明にされた。パラル市内の刑務所や警察署などと比べ、コロニア・ディグニダの方がより洗練され、重い拷問法を持っていた。パラル市内にある刑務所また、コロニア・ディグニダ自身は秘密主義だが、関係する者たちすべての情報を集めた。例えば住民、 敵、タクシー運転手、ジャーナリスト、弁護士、友人である軍事政権側の関係者や彼らの敵、味方など、一人数とについても、情報活動を行い、ファイル化していた。面積によって守られた秘密警察及びコロニア側の、協力者双方によって取り調べ及び拷問を受け、少なくとも100人が殺されたと考えられている。その中には、 ペンシルバニア州立大学のユダヤ系通学者、ボリス・ウェイス・フェイラーも含まれる。コロニア・ディグニダは、現在は、ビザ・バビエラと名前を変え、ホテルとレストランというレクレーション施設として現存している。地リ在住のカナダ人、ジャーナリスト、レイク・サガリスによれば、1960年代の入職当初からコロニアは、地元の要人たちをしばしば内部に招いてもてなした。 そこには、素晴らしいヨーロッパの料理と、デリケートな味付けを施されたお菓子、アンデスの麓の人里と離れた大きな農業施設があった。また高性能の発電機、農作機械を扱う店、天使のような子供たちによるオーケストラと彼らが歌う、コーラス、規律正しい生活文化もあった。それらは全く外の世界とは異なっていた。 パラル地域の群生犠牲者を慰めるモニュメントまた、度重なる不穏な噂や逃亡者、外国からの圧力にもかかわらず、入植地は非常に寛容にその存在が認められていた。それは、歴代政府、エドアルド・フレイ・モンタルは、サルバドール・アジェンで、アウグスト・ピーノチェと、パトリシオ・エイルウィンと続いた。なぜなら、コロニア自身が、チリ国内の裁判所、議会、警察などに、 強力なネットワークを築き上げたからであった。1966年にコロニアを取材したジャーナリストオズワルド・ムライによれば、コロニア内の訪問帳には、チリ国内のほとんどの権力筋のサインが書かれていた。そうである。招待された彼ら南なは、ここで一週間程度の優雅なヨーロッパの休日を楽しんでいった。軍事政権当時はピノチェとをはじめ、 彼の右腕で秘密警察トップのマヌエル・コントレラスも、しばしばコロニアを訪れている。コロニア・ディグだと、軍事政権は緊密な関係を保っていたからである。告訴が認められることはなかった。例えば前日の元入植者で脱走者、ボルフガング・ミューラーは、1966年、入植者で初めて指導者シェイファーによる性虐待を告訴している。度の脱走の末に行った告訴では、 シェーファーとコロニアの医師は12歳の少年であった頃からほぼ日常的に彼を殴り電気ショックを与え薬物注射を行っていたことが訴えられた。さらに彼を薬と拷問の実験台とし朝から晩まで強制的に働かせ続けた。しかし裁判所はそれを認めず同じように虐待を受けた母親ともども惨めな形でドイツに戻すことでうやむやにしている。また、 ドイツ政府はコロニアの問題に興味を持つことはなく、むしろ在地理西ドイツ大使館は親密な関係を指導者、パウル・シェーファーとの間に保っていった。例えば1976年から1979年にかけてのドイツ大使、エーリッヒ・ストラートリングは入植地の作業員から家と車の修理を受けていた。在地理ドイツ大使館がコロニアとの関係を認めたのは、 2017年になってからであった。2005年6月から7月にかけて、地理警察は、コロニー内部あるいは付近に、兵器の隠し場所2箇所を発見した。コロニー内部にあった1つ目の隠し場所には、機関銃や自動小銃、ロケットランチャーの他大量の弾薬が入った3つのコンテナを含み、中には40年前に製造されたものもあった。地下からは戦車すら見つかった。 この隠し場所はこれまでチリの民間所有で発見されたものとしては最大の兵器庫と言われる。コロニーが運営していたレストランの外にあった二つ目の隠し場所にはロケットランチャーや手榴弾が発見された。2005年8月26日、チリ当局が元指導者らへの捜査の一環として資産を管理するためコロニーに入った。なおコロニアの管理は 群生期からエルナン・ララインという強力な弁護士が行っていた。群生期から現在に至るまで、コロニアはエルナン・ララインというピノチェト派の強力な弁護士による保護を受けている。ラインはコロニアによる拷問、商人に対する性虐待、反軍制派に対する行方不明など、いかなる告発も握りつぶし、唯一捜査が入った1996年においても強力な弁護を指揮。 守り通した。なお2018年にエルナンダラインは新たに就任した。この国の大統領によって、司法、人権大臣に任命され、コロニアにおけるこれまでの人権侵害捜査の総責任者となった。すなわち、1970年代から80年代にかけての軍政時代及び軍政後から21世紀を過ぎた現在まで、コロニア・ディグニダを守り続けた人物が、 新しい政権の被害者救済及び行方、不明者捜索の総責任を負っているのである。ありがとうございます。